新幹線で所沢、あ、全然違った、ダークネスの上を東京の新居に連れて行こうと思ったんですけども、ダメでした。まあダメな原因としては、物としては大きすぎるので新幹線に乗らない、人ではないので一席分払ってこいつを座席に乗せることもできなかったので、こいつを公共交通機関で東京まで持ってくるのはほぼ無理だと僕は判断しました。新幹線は無理、バスも無理、郵送しましょうみたいな話もあったんですけども、それダメです、生き物ですから。ダークネスも生きてるので彼をそんな郵送することはできません。どうしたら僕はこいつをなんとか東京へ持っていけるのかと考えたところ、ヒッチハイクしかないと思いました。今朝でこの後すぐ東京に行くんですけども、ヒッチハイクをしてなんとかこの私とダークネスに犬を東京へ連れてくる人がいないかと信じて、僕の家から東京までなんとかヒッチハイクをして誰かに乗せてって言ってもらいたいと思います。ちょっと大事な企画です。無事届けれることを願います。頑張ろう。静岡から東京への道なりです。もう誰でもいいのでなるべく東京に近づけるようにこう順番に乗っていければいいなと思っております。なんかいい人がいれば一番いいんですけどね。分かりやすいやつがあって、これでうまいことこう東京まで連れて行ってくれればいいなと思っております。俺はこいつに居場所を与えたい。行くぞ。京子さん何が何でも絶対東京に届けます。絶対東京に届けます。はい、やばいやばい、絶対東京に連れて行きます。待ってろ東京。今から頑張ってこのダークネスに夢と僕を乗せてくれる車をちょっと待ってみようと思います。止まってくれたんだけど、止まってくれた、止まってくれた。あれ？え？嘘じゃん。何してんすか。何してんすか。おはようございます。おはよう。え？え？なんでいんの？え、なんでいんの？え、用事あってこの辺に。マジで。遠方に行こうと思って。静岡だよ、静岡。こいつをさ、東京まで連れて行きたいんだけど、え、東京に行きたいんだけど。ああ、でも結局行くんで。あ、一回行くの、その帰りなんで。え、じゃあ乗せてってもらっていい？あ、いいさ。マジ？そうそうそう。やった。ああ、骨折だよ。行きましょう。はい、というわけでやらせでございます。そういうの言うんですね。何してるんですか。ちょっとフィッシャーズが家に来てて、ナホがたまたま車で来てたので、せっかくの機会ということでダークネス井上ごとちょっと東京に運んでもらってますよ。よし、よし。って言うんだ。言うんだね。まあやらせは良くないからね。まあないからね。このまま東京に向かっております。やめてよ。ギャラドス。ギャラドスじゃない。いや、ありがとう、マジで。いえいえ。恥ずかしい。なんかこれ。行くか。入れましょう。どういう状況なんだ、あれ。参ったね。参りましたね。ダホ君は仕事でお帰りでございます。東京の空気美味しいと思ってますかね、ダークネス。いや、顔色悪いよ。お願いします。入っちゃいましょう。ありがとう、静岡。ありがとう、というわけで無事この家に行けそうです。いや、ありがとう、本当ここまで助かって。いえ、気をつけてね。お疲れ様です。お疲れ様です。これで結構ね、分かりやすくなると思います。静岡にいるときは所沢、東京にいるときはダークネスという風にちょっと見てもらえれば分かりやすいかなと思います。